年寄せみは、恋愛なるものの既存の価値観に問いかける内容です。内閣府発表の少子化対策白書によると、生涯未婚率は、1970年に男性1.7%、女性3.3%だったのに対して、2020年には男性28%、女性18%に増加しています。また、18歳以上の独身男女を対象にした調査では、彼女いない男子が72%。 彼氏いない女子が64%です。少子化対策には頭が痛く、肝手には福音の結果ですが、そもそも恋愛とは好ましい状態なのか。岡田さんが語ります。オタキング CH 管理人。女というのはリゾートマンションであると。やると言われればもらってもいいけども、実はあんまり欲しくない贅沢品であって。で、いればそれで OK。別に無理やり別れたりはしないんだけども、もらわない限り別に欲しくないなっていう。 おわかるわかるわかる。分かる分かる <laughs> こうこリゾートマンション理論ってすごい面白いですよね。<laughs> うんうん、なのであの自分は結局彼女がいらないんだという結論いらないんだという結論じゃないそうです。いらないんだじゃなくて。 いらないかと言われると相変わらず欲しいですよと。でも欲しいからってそれに関して努力することはリゾートマンション欲しいだろう。そうですね、欲しいですね。じゃあ、努力しろよ。いや、お断りしますよと同じでですね。<laughs> 聞かれりゃ欲しいけども、努力するのはまっぴらごめんっていうですね。これあの、 かなり皆さんに合致するのではないでしょうかね。わ <laughs> かる, <laughs> やる。やばい共感するそれだった。やばいよかったな。<laughs> 今日の視聴者は全部お前の友達だぞ。<laughs> コスパが悪い、まあ。そうなんですよね。コスパとか恋愛におけるリターンが低いっていうと、ついついなんかドライに。 判断しているとか、合理的に判断しているというふうに考えがちなんですけども、多分、僕らの心って、もっと微妙で、もっと繊細なんですよ。でそれをあえて露悪的に表現するときに、コスパが悪いとかですね。リターンが低いという言い方をするんですけども、多分、その本音は、その山木君の言葉の中での、まあ、車も同じという。あのコメントが今出てきたんですけども、それと同じでですね。雑誌のプレゼントで当たったら大喜びでもらうんですよ。で、雑誌のプレゼントで車が当たったら大喜びでもらって。 免許を取りに行くぐらい大喜びするんですけどもだからといってゼロから買ったりはしないっていうですね <laughs> まあ今ホンダや日産が困ってるあたりですよねトヨタが困ってる車買う人が少ないっていうのはみんながいらないと思ってるほど積極的にいらないと思ってるわけじゃないし みんなが欲しいと思う率もそんなに変わらないんだけども努力するのはそこまでっていう何からこの辺りのですねつまり女がいない彼女がいない彼氏がいないことの一般化が進みすぎてしまっていることを羨ましいというか目指すべきゴールと考えられなくなってしまった辺りじゃないんでしょうかね田舎だと車は必須だけどなそうなんですよ。 後でこれも話します。つまりじゃあなんで岡田さんには彼女がいるんですかというのに関しては僕は田舎に住んでて車は必需品だ理論なのでそれは話は後でしますね。 であとですね家族ほどななんか愛してくれた人はいないと母親や姉ほど自分を愛してくれた人はいないと。なので自分は女の人とつき合うともう愛して愛して愛してすごい尽くすとそうして結果的に愛ゾンになっていると愛ゾンって言葉はその人使わなかったんですけどもすごい好きでこうあの尽く,尽くして尽くして尽くしてやるんだけどもやっぱり終わってみるとですねああんかなんでこんなことになっちゃったんだろうっ自分の方ばっかりが好きで相手の方からあんまり愛ゾンそれだ愛ゾンみんながキーワードであるのか <laughs> <laughs> でというふうに言われて僕はあの今コメントにも流れたんですけど僕はあの家族とそんなに仲が良かったわけじゃないというかですねうちの父親とか特にうちの母親が僕のことを愛して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 俺がそれが面倒くさくて面倒くさくて面倒くさくてですねで2526の時にやっと実家から逃げ出して母親と会わなくなったのが嬉しくて嬉しくてしょうがなかった男なんでですねそのなんか母親姉ほど愛してくれた人はいないっていう感覚が よくつかめなかったんですけど「愛しンっていうのはなんか面白いキーワードだなというふうに思いました。であとですね小学校の時に好きな女の子がいてその女の子にもう5回振られて何回もどうしても好きで何回も告白して何回も振られてっていうのを繰り返してていわゆる最近そこから抜け出してああもうこの人と自分は付き合うことがないんだというふうに離れることができた。逆に告白されれたことはあるんだけども、それ年上の人で、 付き合ってすぐに向こうが結婚とかを匂わせてきたんでう慌ててこう別れてでだから自分の中ではその2週間ぐらい付き合ったんだけど付き合ったことがないってことにしてると。 あんな女と付き合ったことになるんだったら、俺は女と付き合ったことがないということにした方がまだマシだという黒歴史状態で封印しちゃった人というのがいてですね。まあそれもようわかるな。まあこんな感じだったんですよ、彼氏彼女いないに関しては。最初に説明した通り、皆さんですね、その彼氏彼女がいない、いらないというふうなことに関して、積極的な理由がないんですよね。多分彼氏彼女が必要だというのにも積極的な理由がないのと同じように。 いいいらなななのにも積極的な理由がないんですよねで。これを何に似てるのかっていうとやっぱりテレビにに似てるなというふうに思いう思ました。よく「若い人はテレビ持ってない」とかですね「スマホあるからテレビいらない」とか「パソコンあるからテレビいらない」ってよく言うじゃないですか。であれは割とあの極端にみんな言いがちだと思うんですよね。うん 実際はテレビ持ってないよとかテレビいらないよとかいやテレビ家にないですよっていう人は商店街の福引きでテレビが当たったら捨てないと思うんですよねとりあえず家に置いてみると思うんですよそれがなんかささっきの山脇くんの言ってる彼女いらないとかですね。 あの彼氏いらないというと同じようなもんで福引きで当たってそれがなんか40インチのテレビであればつまりそこそこいい物件の彼氏彼女であればみんな,なんかあまり考えずに持ち帰って家にに置いてから好きになると思うんですよね。<laughs> 順番が逆で当たったから好きになるっていう順番ですよね。よく言う空から宇宙から女の子が異次元から妖精世界から降ってきたら付き合うというのと同じですよね。今はないけど、 今テレビがないけど、買ってまでは欲しくないな。と。当たれば、もらえますよっていうようなもんで。彼女はテレビと同じっていう理屈が成り立つ。山木君が言った。リゾートマンション。理論ですよね。リゾートマンションっていうのは。贅沢だし、実はあっても、年に何回も行かないと。そんなハワイのリゾートマンション。 当たったからっていって嬉しいけどもそれをやると年に何回もハワイに行かなきゃいけなくて結局休みの日って言うとハワイに行くしか考えられなくてリゾートマンション持ってるから旅行行くんだったらハワイに行かなきゃなんかしょうがないと実家でですね熱海とかですねハワイとかに別荘あった人この放送の中でもいると思うんですけども覚えないですかかかか家家族旅行行っっててて言ううととと必ずそそこににしななななくんんんんででででちちの家には別荘あああるるるだっていう人って金持すあるあるすよでそれと同じでですね彼氏とか 彼女っていうのもなんかそういう金持ちの贅沢品であってですね、あったからといって必ずしも嬉しいものではないっていうものになり果ててしまったっていうのが正確なところだと思います。だからいつも同じマンションに行かなきゃいけないので別荘とかリゾートマンションというのは人生を豊かにするんではなくて人生の休暇の選択肢を狭めてしまう存在として受け取れると。同じように。 恋愛とか彼氏とか彼女っていうのは人生のを豊かにするものよりは人生の選択肢を狭めてしまう存在としてなんか自分の中では映ってしまうっていうのがいない理由だなっていうふうに思いました結局縛りになっちゃうと本末転倒だからなうんそうなんですよね彼女にかかる費用って固定資産税なのか恋愛の話をしてるとですねその恋愛をすることがいいことだとか彼女がいることがいいことだという前提でいろいろ話ししちゃうし。 いないことっていうのがまるでコミュニケーション障害だからとかですね、もしくはなんかトラウマがあるからでしょとかいうふうなことになってくるんですけども、純粋な尊徳感情で考えると今のリゾートマンション論とかですね、テレビと同じ論みたいなものが。 成立するというのが、やっぱりその上の方の世代の人に、あんまりピンと来ないんですよね。なんでかというと、僕を含めて、今の40代、50代以上の男女っていうのは。恋愛しなければ、すべてが進まないというですね。いわゆる、車持ってないと、何もできないというのと同じような精神状態の人がすごく多いので。正直言って、若い人が、彼氏とか彼女がいなくて、平気っていうのが。皮膚感レベルで、納得できないところが、正直あるんですね。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。